ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。こうします。今日は2024年2月の15日木曜日です。今日も3冊シリーズのお送りしていたしておりますけど、これの第2弾をいきたいと思います。これは養老孟司さんのバカの壁であります。この本の中からいってみたいと思います。今日は第4章万物流転情報普遍というのがねありますが、その中の小項目です。これ2月の6日昨日は、いきます。君子豹変は悪口か。先日公園に行った際の話です。控室にいらっしゃった中年の男性が、私は君子豹変というのは悪口だと思っていましたと言っていた。もちろん実際にはそうではありません。君子豹変とは、君子は過ちだと知ればすぐに改め善に移るという意味です。ではなぜ彼はそう勘違いしたか。人間は変わらないというのがその人にとっての前提だからです。いきなり表現するなんてとんでもないと考えたわけです。現代人としては当然の捉え方かもしれません。男子3日合わざれば刮目して待つべしという言葉が三国志の中にあります。3日も会わなければ人間どのくらい変わっているかわからない。だから3日会わなかったらしっかり目を見開いてみてみろということでしょう。しかし人間は変わらないと誰もが思っている現代では通用しないでしょう。刮目という言葉はもう一種の死語になっている。いつの間にか変わるものと変わらないものとの逆転が起こっていて、それに気づいている人間が非常に少ないという状況になっている。一旦買った週刊誌はいつまで経っても同じ。中身は1週間経っても変わりません。変わりはしませんか。情報が日替わりだと思うのは間違いで、週刊誌で言えば単に毎週毎信号が出ているだけです。西洋では19世紀にすでに都市化、社会の情報化が成立し、このおかしさに気がついた人がすでにいた。カフカの小説、変身のテーマがこれです。主人公グレゴール・ザムザは朝目覚めると虫になっている。それでも意識は、俺はザムザだと言い続けている。変わらない人間と変わっていく情報という実態とは正反対のあり方で意識されるように、現代社会の不条理、それこそがあの小説のテーマなのです。もうちょっと言ってみたいと思います。知ると死ぬ。人間は変わるということについて言えば、学生たちを教えているとしみじみ思うのが、彼らは勉強しないという以上に、勉強するという行為の意味をほとんど考えたことがないのではないかということです。それをしみじみ感じる。勉強するということは少なくとも知ることとパラレルになっている。知ることイコール勉強することではないが、非常に密接に関係があるのは当然です。ところが、ある時から知るということの意味や捉え方が何か違ってきたんじゃないかなと思えてならなくなってきた。私は東大を辞める少し前まで東大出版会の理事長をやっていた。その時に一番売れた本が「知の技法」というタイトルでした。知を知るのにあたかも一定のマニュアルがあるかのようなものが東大の教養の教科書で出ている。その時に一番売れた本が「知の技法」というタイトルでした。知を得るのにあたかも一定のマニュアルがあるかのようなものが東大の教養の教科書で出ている。
気に入らない。それでなんでこんな本が売り上がるんだと思って出版会の中で議論したことがある。結局答えが得られない。私以外はそんなことを気にしてはいなかったのでしょう。その後、自分で1年考えて出てきた結論は、知るということは根本的にはがんの告知だということでした。学生に君たちだってがんになることがある。がんになって治療法がなくて、あと半年の命だよと言われることがある。そうしたら、あそこで咲いている桜が違って見えるだろうと話してみます。この話は非常にわかりやすいようで学生にも通じる。そのぐらいのイマジネーションは彼らだって持っている。その桜が違って見えた段階で、昨年までとどういう思いであの桜を見ていたかを考えてみる。多分思い出せない。では桜が変わったのか、そうではない。それは自分が変わったということに過ぎない。知るというのはそういうことなのです。知るということは自分がガラッと変わることです。したがって世界が全く変わってしまう。見え方が変わってしまう。それが昨日までとほとんど同じ世界でも。もう一ついきます。朝に道を開かば。昔の人は学ぶ、学問するとは、実はそういうことだと思っていた。だから、君子は豹変した。男子三日合わざれば、…だった。これに一番ふさわしい言葉が、論語の明日に道を開かば、夕べに死すともかなり。道を開くというのは、学問をして何かを知るということです。朝学問をして知ったら、夜死んでもいいなんて、むちゃくちゃな話だと思われるでしょう。私も若い時には何のことだか全くわからなかった。しかし知るということについて考えるうちに気がついた。要するに、がんの告知で桜が違って見えるということは、自分が違う人になってしまったということです。昨年まで自分が桜を見てどう思っていたか、それが思い出せない。つまり死んで生まれ変わっている。そういうことを常に繰り返していれば、ある朝、もう一度自分がガラリと変わって、世界が違って見えて、夕方に突然死んだとしても、何を今更驚くことがあるか。絶えず過去の自分というのは消え去れて、新しいものが生まれてきている。そもそも人間は常に変わり続けているわけですが、何か知って生まれ変わり続けている。何かを知って生まれ変わり続けている。そういう経験を何度もした人間にとっては、死ぬということは特別な意味を持つものではない。現に過去の自分を死んでいるのだから、そういう意味だと思うのです。しかし、おそらく朝に道を開かば、なんてことは今の人には全くわからない。自分は不変で情報が変化するから、です。いい例が名前です。現代では、名前は一切変えなくなりました。昔は幼名から元服して名前を頻繁に変えていった。名実ともにという言葉にはその状態がよく出ている。つまり人間自体が変わるものだという前提に立っていれば、名前は本人の成長に伴って変わって当たり前なのです。5歳の自分と20歳の自分は違うのだから、名前が変わっても不思議はない。逆に言えば、社会制度が固定されて、社会的役割が固定されてくれば、今度は襲名ということが当然出てくる。父親がやっていた仕事と同じ仕事を継ぐのであれば、父親と同じ名前の方が社会的にははるかに便利。ですから、歌舞伎の世界で言えば、人は変わっても何回も菊五郎が登場していい。そこの前提が変わってきたために、我々の日常生活も変わってきた。例えば、約束ということに対する感覚が根本的に違います。今日はここまでであります。今回のこの第4章はですね、とにかく万物流転、情報普遍というのがテーマです。それでずっと追っています。確かにこの養老孟司さんの話を聞くと、あっと驚くね。人間は変わっていっています。特に
まあ年を取って高齢者から高齢者になるのか、高齢者でよろよろとなるのか、高齢者になって年を取るとますます輝いてくるのか、いいですね。やはり年を取って輝いてくる、いろんな人生経験も体験もつけてくるわけですから輝いてもいいわけです。でも年を取るとしぼんでしまうとか衰えると言うんですが、そこを逆転して年を取るために人間は輝くということをね、この高齢者になるためにそれを学んでいきたいなと思っております。宮ちゃんも輝いていきたいと思っております。ごきげんよう。